あ、間違えた、消えた消えた、間違えた、キャンセル、もう一回やろう、削除、シェア、シェアをします、ツイート、ゲリラアンリサ配信です、アンリサです、アンリサ、ハリアンリサに、さん、あー頑張れ、ちょっと一個消すよ、気をつけてね、アンリサ、ちょっともうアンリサでいいや、今日、うん、いいよ、なんでこれツイートできない、来たんじゃない、来た、あー一緒、見てなんかさっきと、なんかさっきと、あ違った、こんぐらい、うん、これ聞いて一個問題がある、いくよ、うん、コメントが読めない、違うタイムライン、あ見える、そっから、うん見えるよ、見えるもん。うん、でもさ、ちょっとこうする、うん、もうちょっと起きて、あ、いいんじゃない、これの意味ない、イエーイ、うん、これの意味ないやん、ほんとやん、意味ないやん、お冬冬ですね、画質が違うね、元からなんで、違うよね、こっちの方が黄色くない、うん、こっちが白い、嫌い、リサのさ、部屋が黄色だけに黄色に染まっちゃったんか、そうかもしれん、おかえりただいま、もういいやこれ、こんばんは、もういいやこの白いやつ、もうオープンする、もうオープンしとるやん、もうしとうか、どうしたの寒いの、暑くない、なんかやっぱダメだね、クーラーダメだね、抜いてるから、抜いてる、タッタララララタラ、こんばんは、タラッタラララタッタッタッタララタッ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 タ、こんばんは、こんばんは、久しぶりの方います、いっぱい、どうも、こんばんは、アンリサ久々やで、久々です、何ヶ月ぶりかな、2人で、結構やな、何ヶ月も経ってない、でも1ヶ月ぐらいは経ったかな、経ったかな、やばい、急に眠たくなる毛布があったら、おやすみに、今始まったばっかじゃん、あんこあんこりーちゃんなは、りさこ、あんこ元気かな、寝ないよ、頑張る、違う、今日ね、しょうこのショールームでめっちゃうるさかった、そうよ、反省しております、マイカとひとみとも笑い方だって、笑い方が変でした、笑い声だって、あ、白玉作って白玉ね、いいよね、また作りたくない、いいよ、もう作れるやろ、うん、だいぶ覚えた、適当やもん、音がめっちゃ響いてる、ほんと、そう、今日いおりがショールームしてた、あいおりさっき終わったよね、10時までだから、うん、ツイッター撮ったね、ツイッターね、してたね、さっきまでね、あ、してたやん、いつの間にか撮ってたわ、ほんとやん、こんばんは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 、んこ、こんばんは、んこそばんそうこ、ねえ、言ってくる方いたよ、こんばんは、いなくなっちゃった、こんばんは、こんばん、なんだっけ、うん、なんだっけ、こん、こんば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 んそうこ、こんばん、こんばんは、こんばんばんばんこそうこ、さっきの一番最初のじゃない、そう、忘れた、こんばんは、こそ、こんばんは、こそばんそうこだ、そうだね、です、お風呂上がりじゃないよ、違います、お風呂まだ入ってない、んいつもリサとやったら唇の色が自分がなく見える、リサが濃いけん、さっき塗ったやん、塗ったけどリサの塗りよう半端ないね、濃い、ほら見てみ、いやここで見たらめっちゃ濃いんだよ、さっき全然だったのに、ねなんか色ないみたいになってね、誰のせいよね、もう薄いよこう見て薄い？うん、嘘、もうちょっと足してもいいかも、何？だってチークないけさ、どっちかは濃くいって、リサちゃん濃いの？なんか濃いらしいよ、あんな顔薄いな、わらだって違う、もうちょっとメイク落ちてん
落ちてんだからもう落ちとんやって。めっちゃすっぴんに近いねん。だってチークないもんね。顔の色なくないもん。なんか凹凸がない。ちょっとやちょっとチーク足そうよ。ほんまに顔が生きてない。生きてない。もう生きてないんやって。アナの関西弁何？めっちゃ今日薄いな。まあいつも薄いからさ、常にそんな感じ。グレゴリーさんありがとうございます。メルシーメルシーメルシー。そう、フランスでチーク塗った。そう、すげえな、バレるんだな、すごい。でもそう、アンがチーク塗った。でもメンバーみんなにもう絶対チーク塗りなってめっちゃ言われるの、うん、なんでチーク塗らないの、なんで意味わかんない、チーク塗った方が絶対いいからってめっちゃ言われるの。そう、絶対塗った方がいい。でもね、最近塗るんだよたまに、うん、今日は塗ってないけど。塗ろう。いや、リサちゃんはどっちもすごい塗るから。でもちゃんと勉強したんだよ、どっちかしかってね。そうそうそう、チーと割りかし多分口を濃くてチーク薄めの方が多い。確かに最近はね、うん、顔の濃さに高低差ありすぎって。分けてチークとリップ。じゃあチーク今から分けるよ。はい、なった。え、ちょっと待ってもらう。絶対なってないやろ。なってなかった。なってないやろ。ね、こっちの色がいいわ。でしょ。ね、なんでなんで。何の色の方がいいやろ。え、おかしくない、うん、だって黄色いよ、ほら。で、ね、色違うもん。こっちで見るとさ、こっちと違うもん。なんで。こっちがいいやん。ね、なんで。分からん、なんでやろ。こう、これにしてるの。何が。ビートレートみたいな。え、わかんない。分からん。うーん、これがいい。やだこれ、色がキモい。もともとやねん。分からへん、分からへんねん。バーやだ、バーやだ。もうこういうのが嫌やん。ほんと、なんでそういうこと言うと。色嫌い、色嫌いやったらもうしたくなくなる。なんでそういうこと言うと。だってさ、こっちの色の方がいいもん。ごめんなさいわ、ごめんなさいわ。わかりみんぐ、ね、ちょっとね、ね、さっきあれだったのにね。なに、なんなん、聞こえんとか言ったねー、もうそういうこと呼んで。がっつり聞こえるやんけ。だってーんてん、お前言っとるやん。あいうよそのごまかし方やまじでね、ごまかしてないし、下手だな。ごまかしてないし、何も。もうちょっと大きい声で喋る、わかった。はいワンあんちゃん、おばちゃんみたい。はぁ、だって喋り方がよく言われる。なんちゃやけんなとか、なんか、あ、こんなんするやん。あー、なんか、こうやって手動かすやん。だってだだ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 だい私でネタなんで、ほんま。ね、歌うな、歌うな。いやーバンサレンケン、リサのはじゃあ、逃されるかもしれんでしょ。確かに、あんた真面目だけんね、いつも。やめなさい、何もほら言わんやん、変なことも。やめなさい。ドラえもん、アンナの服がドラえもんって言われた。ほんとじゃん。確かに。せーの、僕ドラえもん。だって東京ドームわず。え、田中ミックさんがさ、始球式やったんやろ。福岡ドーム、ヤフークドームか。うん、違う、東京ドームで。東京ドームなのって言ってたよ、さっき。いいな、すごくない、東京ドームやで。かっこいいやんな。ね、ほんまにこっちの画質ちょっとねえ、ちょっと教え、ちょっとあとで再編どこが違うか見ようよ。嫌いだもん、リサもこれ。おこ、うん、あ、怒った、ムカつく。あ、怒った。色が黄色すぎない。黄色人もさ、なんかわかるけどさ、黄色すぎなんだよって感じ。こっちがいい。バンサレオプロジェクト、いらんわそんなプロジェクトリサ見切れてるって。あ、こうやってちょっとやっとるけ。あ、じゃないと映らへんね。そうだね。だからちょっと頑張って。じゃあやってみよう。よいしょ。足をさ、まずこう立てるじゃん、うん、クイってなるじゃん、うん、ピーってへこむやん、うん、へこんでちょうどいいんじゃない。ほら、あ、ちょうどいいよ。でるるるるるる、リサの画質悪いよ。悪いんじゃなくて色が違うんだよ。色が嫌だ、白がいい。顔やばい。寝てます。
アンナちゃんは青も似合いますね、だって。ありがとう。よかったね。顔テカってやばい。それはあれよ、ツヤって言う。ツヤね、うん、本日のツヤね。うん、おさわり版はないよ。何におさわり版。これ、おさわりプロジェクトのこと。公開おさわりプロジェクト開始。開始すな。なんか久しぶりに触った気がする。いやいやいや、待って待って、じゃじゃじゃ、いやいや待って、今日よ今日よ。いや、さっきまでずっと触りよったよ。今日が今日が違う違う、さっきまで触りよったやん。覚えてない、まさか。まさか覚えてない。じゃあ、じゃあ、私、小ラーメン。チャーシュー、チャーシュー食べたいの？何？何？違う。何？今日が、はい、あれじゃない？今日久しぶりに喋ったの。だから、もう5分前ぐらいで触っとったやろ。今日、今日1の1よ。いいや。そう、昨日帰りとかもずっと触りよったで。あ、違う違う、今日だよ今日。どういうこと？え、昨日とかってこと？うん、そう、昨日とかも触ってないの。夜だけ久しぶりに今日ずっと触っとんで。そうそう、久しぶりに今日月曜日すごい触ったなって思った。ほんと？うん、月曜日、うん、マンディーなんだマジで、なんだマジで。さっきね、下にでね、こうやってやっとったよな。うん、こうやって透明人間、透明人間隠れますって言って二人でそうやってた。あんたらめっちゃ方言やね、だって。ほんとに？ほんとに？そ？そ？二の腕フェチです、だって。キャッチ、そう、目覚まし。そうなの？二の腕フェチなの？え、めっちゃ触れていいよ。何がやねん。でもね、生ね、勝手にさ、うん、勝手にさ、アンナの二の腕握手券ごまーいとか言うけど、やめて、マジやめてって、こっちが言うみたいからな。みんな触ってみたいかな。いや、興味ないよ。でも触ってみたい方は、ちょっと触るとあれかなって思う方は、あの、なんかまあ見るだけでもいいですよ。見るだけショッピングになるから。じゃあリサは何枚な？え、リサ何枚？リサは触らないよ、見る専門だもん。うん、触りたい、アンは何枚？あ、アンナが触りたい場合、うん、でもリサあんま価値ないけん、うん、ないよ。じゃあファンの人は触りたい場合は？ファンの人はリサは触らせない。あ、リサはあの見る人だけ、みんなと一緒、同一とか言って、あーとか言って、あんま触らせないけど。アンナは触らせていい。いいよ。アンナは5枚。いいよ、いいよ。いいじゃない、リサのせいやからな。でもしなんか嫌って、例えば本当にこうやってショールームでね、うん、5枚だと触らせてくれるって言われたから、うん、5枚買ってきました、どうですかって、もしファンの方がね、うん、ダメですって言います。ダメじゃない、まあ、じゃあ分かった、ダメですって言われたら、もうダメですって言われた時の対処法、うんうん、ダメですって言われたら、うん、眺めてこうね、触りたいな触りたいな、バイバイって押さえてもらって大丈夫です。大丈夫なんかい、はい、だってさ、あれじゃん、何、5枚ほらみんな来てくれる、5枚じゃ少ないかな、じゃあ10枚とか。いや、そんな価値ないから。気持ちいいよ。価値ないから。花とかの方が好きなくせに、花とかいおりとか。まあ花ちゃんはナンバーワン。なんか豆腐みたい。豆腐でももっと柔らかいんだよな。なんて言うんだろう。なんかね、素材が違った。人間じゃない。あと瞳とかは。瞳はまあまあ気持ちよい。最近マイカの触るんでしょ。マイカ気持ちよ。さっきさ、二人でさ、なんて言ったんだっけ。うん、言っていい？うん。なんかうちら最近仲良くなってるね。そうそう、最近マイカとして仲良くなったんですよ。なんか報告されてやん。なんか今までは本当に初対面の2人みたいな、なんか初めて来て、なんかあ、こんにちは、話す話題なくて、なんか今日の天気はなんか、そう、この話さっき来るかなみたいな、とか言ってた。そうとか、今日の予定とか、今日は何時まで稽古ですとか言ってて、そういう会話で終わってて、はい、てんあんま ね、まあ、別に仲悪いとかじゃなくって、まあ、そこまで2人とかでは喋らんみたいな感じだったよね。だけどまあ最近はなんか普通に、普通になった。うん、よかったよかった、イエーイ、アイスクリーム。それをなんか報告されました、2人から。そうですね、2人同時に。そう、さっきソフトクリーム笑うんで。じゃあさ、真顔でよかったん？どっちがいい？真顔と笑うの。どっち？まあね、アイス笑いもやめてもらっていいかな。じゃあガチで笑えと、うん、じゃあガチで笑えるようなことをしてくれ。わかった、はい。ね、やだ、胡椒いけん。なんで顎自分で乗せるだけ、うん、じゃん、ここに胡椒引っかかる。
あないよね。ねえ、あんこないよね。あんこたん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 。あんこも見たいよ、あんこの。見て。あ、かわいい、かわいい、ほんとにかわいい。なんで？みんな、ちょっとみんなに聞こう。うん、みんな、あんこそういうキャラやないね。ダメよ、そんな。みんな、あんこの、あんこやめて。りさこ。りさこ、あんこ、のんこ。のりこか。のりこ。のり、のんこだ、のんこじゃないけね。のりこじゃけね。そう。あんこの、あの、あれ、あれ見たい人、あの、ちゃんちゃんちゃんのやつ、あごのせ。しーん。ほら、見たい、見たい、あんこわらーってきてるよ、ほら。いや、わらじゃけ。見たいってよ、ほら見て。舞妓の舞妓の見たい？のりこに見たい。証拠はそのまま。証拠。あ、見たいって。じゃあ一回だけやってあげてよ。ひとこに、たん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 。おい、だーほら見たいって言ったら、ほらみんな、みんな見たいって言ってるよ、ほせー。えみこって言ったことない。うん。ぐんぐん。一回だけ乗せてあげてよ。はい、こっち画質いいんだから、はい。ダン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 、みんなスクショ用意してね。ダンダンって何してんの、りゅうちゃん。今顎のせしてる。ダンダン、ねえ、秒すぎたよ今の。ダン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 、はい。ねえ、秒、逃げないで。秒。いいおこ、いいおこ、いいおこ。今日いいおこはショールームしてた。うん、5月ぶりらしいよ。やば、やばくない？6、7だって、いおことか、いおこときあことやってないって言っとったもんね、今日。きあこ、きあこ、なぎこ、いそうやん、普通に名前で。うん、スクショしたの？さすが、さすが、早い。マイカちゃんのこと好きだって。愛してる、 I love you マイコ。だってマイコ、マイコー。あ、行けよ。僕のこのドキドキがバレないように。夏かい、夏かいってまだやってんじゃん。あんこやってないでしょ、これ。僕のこのドキドキがバレないように。そう、来年のクリスマスは僕が勇気を出して、初めてのときめきは君との制服クリスマス。タッタッタラララトン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 。優しく抱き寄せて強引にキスをする。なんてことできないまま空の色だけが変わる。まっすぐな瞳に僕は戸惑う。君の唇が近づく。もう一回やってきた。気持ちは思った。なんで。はい、はい、真面目になります。トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥ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 ショーウィンドウ飾られるなら咲かないで。テレテレテ、同国警報を聞こえないふりして、汚れていくのを見てるだけ。
手探りするけどきっと手遅れ故障狭すぎるドゥドゥドゥン美しいギャー助けに来たぞ負けても戦えあんこちゃんはいりさこちゃんはいはいあんなちゃんはいあんなでもいけるねてて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 国語数学に英語単位も全て平均の私誰がどう見てもどこにでもいる13歳見てない見てるでもね私を舐めちゃダメだよちょっとスパイス効いてる今日も内緒で日本の平和守ってるリュクシン気づかれてはダメ正体はみんなのためならば力尽きてもダンスタップ違うよそこはリサの画面力尽きてもダンスタップダンスタップそんななんかあれ違ったダンスタップその感じわからんなれないのドン悲しみの雨が降り時に強い風に吹かれてパパやママを心配するけど進むんだ夢に見た場所へ正義の乙女は戦う我らのアイドルキアラちゃんはいは似とうはいはいめっちゃ似てるてててて落ちサビなんだっけあれやろ負けちゃいそうキャラー助けに来たぞあ、その前なんだっけうん雨だってあそう雨だって雪だって頑張ってきただけど私孤独にやられてえ、めっちゃ似てるやば負けちゃいそうキャラー助けに来たぞ気づいたよありがとう私はめっちゃ似てるやんあなたとなんだっけあれえわかんない私一人ではない私は一人ではないんだパパやママは心配するけど進むんだ夢に見た場所へ正義の乙女は戦う我らのアイドルキアラちゃんはいめっちゃ似てるやんはいやばはいキャーこと斉藤キャーですと今日も一日頑張りますよろしくお願いします楽しみましょうあそうだそっちだ、うん、楽しみましょうめっちゃ似てるやんしますかわいい似てる似てるかわいいキャーと似てるよかわいいあまあ、キアのモノマネが一番得意やから、はい、メンバーめっちゃ似てるやんやばでもう一個なんか得意なモノマネがあるので披露したいと思いますはい、はい、アンナのモノマネをするリサのモノマネをしますせーの、うん、僕のこのドキドキがバレないようにこれリサのアンナじゃんうんアンナのモノマネをするリサのモノマネをするアンナわかんな僕のこのドキドキがバレないようにあれは水飲み場であ、マサヤさん呼んであげて、タワータワー、うん、嘘危ない危ないマサヤさん、しかもヨリングとアンズもっとヨリングとありがとうございます、マサヤさんお家に帰ってお家に帰って、ちょっと後で書きたいと思いますありがとうございます、うん、マサヤさんありがとうたわありがとうまさやさんではい何の話してた何しようって言ったっけあ
ハートピン。水飲み場でハートピン。じゃあ鉢合わせ提示者できん。水飲み場しか。じゃあ水飲み場やっけ。ハートピン。水飲み場でハートピン。鉢合わせて、鉢合わせて。あ、ちょっとできたかも。ハートピン。一緒やん、ここ一緒に歌っとるやん、うん、そんなん、アンの真似したらアンナが二人になんで、どうすんの。それ言われたよ、レコーディングの時。言われたの。でもね、アンナになるんだよ。待って、マイクだわ、来た。水飲み場で。まさやさん、しかも二本目歌ったきんかな。ありがとう、まさやさん。あんこにたわあおにほんもくれたなんて、ありがとう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 、感謝、イオリングアンズニーコーー、もうよろしく、ふぅ、よろしく、ふぅ、ありがとう、ふぅ、いや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 。ありがとうございます、本当に。やばい、歌ったからかな。ありがとう、日本も。水飲み場で鉢合わせて、そこの次の後の翔子に似てるよ。でも似てないって言われたんだよな。どっちだよ。すっごい似てないって言われたの。でもにさ、一瞬翔子に、翔子、翔子言われちゃったの。鉢合わせてのだ。ハートピンで戸惑う僕をのとこ見て笑う。めっちゃうまくできたのに似てないんだって。どんまい、どくない、どんまい。攻略をどこにもの、イコラブのまで待ってます、待ってます、出ない。え、似てない。似てない。真似してって。え、似てない。沼から出してくれて、出しません、出しまへん、ノー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 、出しません、出しません。意味わかる。出しません、出しません。戸惑う僕、うん、そう、ここの部分や。そう、広島、実家は大丈夫です、ありがとうございます。やばいよね、今。そう、でもなんかめっちゃなんか西日本、そう、結構やばいの。そう、だからでマンもパリにいたからさ、わかんなくて、なんか親と電話とかしてたんだけど、めっちゃな泣いてたよね。うん、シュン、パリでシュンってしてたよね。でもなんかリサはのとこはなんか田舎、うん、田舎っていうか、うん、すごい、なんだろうな、市内とかじゃなくて、うん、もうちょっと離れた方のところはなんかすごい、うん、なんだっけ、なんかめっちゃ浮いてた、車が浮いてたし、うん、あとなんかショッピングモールとか、うん、まあ、有名タウンみたいなところ、うん、イオンとかもそうだけど、そうそう、食料がないって書いてあって、なんかセブンとかも今あれなんでしょ。そうそうそう、多分なんかツイッターとかニュースとかしかさ、うん、ね、画像あれだから、なんか岡山とかも うん、なんか結構ならしくって、そう、もうね、下の方がやばいんだって、福岡。そうらしいよ。そう、でもな、広島もなんか広島市っていうよりはなんか呉とか、なんかそういう、うん、なんだろう、方、うん、呉とかっていう 市があるんだけど、なんか、そう、そうそう、広島市じゃなくて福岡市と違う市もある。あるよ。そう、だからそっち、小郡市とかその辺のとか、そうそう、そういう方がなんか結構あれで、そうそうそう、そう、なんかね、市内とかは大丈夫だから、うん、全然あれだけど、そうそう、なんかでも市内もなんか見たら一番栄えてるところ、本通りっていうところもなんか結構、なんかやばい、水だったからマジかって思って。そう、リサだから本当にね、なんか気をつけ、でも気をつけれないよね、うん、難しいよね、うん、どうしたら。でもそう、学校とかもなんかみんなずっと学校ないみたいな感じだった。そうそうそう、なんかあんま、うん、災害とかもなかったから、広島とかも、うん、結構みんなね、なんかいきなりだからね、うん、そう、だからもう友達とかと連絡とか取ったりして、なんかもうパリの時もすごい、うん、なんかステージ前に
なんかその画像とか見ちゃって、うん、で知ってる街とかだったからそれでシュンってなっちゃって泣いちゃって、なんか泣いたの、あんこ、そう、ちょうちんあんこ何ちょうちんあんこってちょうちんあんこで、でもなんかもうでもダメだと思って、でも今自分がそうなったらダメだと思ってめっちゃよしよしと思って、そうやばか、うん、けどなんかそのパリの時に、まあ、LINE 電話で親と電話しても大丈夫だよって言われて、なんか親戚とかが避難場所でなんか寝たとかっていうのを聞いて怖くて、うん、そうでも友達とかもなんかまあでも大丈夫だよって LINE 返ってきたからよかったと思って、そうパリの最後の日かな、うん、そうやばいって思って、自然災害は怖い、だからまあでも電話してそこでよしと思って大丈夫だよって言われてよし大丈夫って思ってやったステージって感じ。自然災害は本当に嫌だ、ね、本当に怖い。フランスパン食べたって急に、うん、食べたっけ、食べたよな、食べたと思うよ、なんかいっぱいパン食べてわからんな、うん、あなたはエコラブに入り強くなりましたって言われたやば、その前知ってんの弱かったのかなねえ、でも本当にね、そうだよね、スティーユさんとか HKT さんもねやっぱ広島とか博多とかだからね、うん、モカコになってるしモカコ、モカはモカでいいんだけどな、なんでもコになる最近流行りやからね、伊勢のでしょ、うん、伊勢の世界に伊勢のでかい、伊勢ので、いや一緒やん、うん、いいよ、伊勢ので3、おい、伊勢ので2、伊勢ので3、イエーイ、伊勢ので1、イエーイ、ふざけんね一斉ので2、おい、あげろ一斉ので1、わぁバイバイ、ふざけんで、すぐふざけんでって言うんだ、なんでもふざけんでっていつも言うこれいつもうちらの暇つぶし、パリで何回やったか、じゃあ皆さん一緒にやりましょう、せーの、一斉ので2 一斉ので4、一斉ので3、一斉ので3、一斉ので4、四でしょ、うん、あ、上げたよ、一斉ので1、一斉ので2、ふざけんで、うん、真のところから、うん、あげたよとかけた、もう勝ったの、早くない、なんかここ変な匂いするんだけどなんかなんかあれじゃない、そう、あ、いつもアンナの髪におなんかアンナはアンナの部屋って感じ、アンナの匂いするって、部屋丸ごと持ってきたみたいな、やだそれ、え、いい匂いなんだよ、変な匂いでもマイカにも言われる、アンナの匂い、アンナの匂いだって言われる、なんで、わかんない、アンナです、帰りの飛行機でアンパンマンしか見てない嘘よほんま、え、見た映画、いや帰りは見てない、なんか行きは見たよ、めっちゃ行きはあれなんだっけ、あのさ赤ちゃんとさあのあベビーなんちゃら、あ、そうベビーなんちゃらを見て、うん、とドラえもんと、うん、を見たの、え、2本しか見てない、うん、美女と野獣見たんでしょ、見たよ、だと思った、ね、美女と野獣見ないの、見てない、あとモアナを見たよ、またモアナ見てない、ね、モアナなんで見なかったの、でもあれも見たもん、あれなんだっけ、あれ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 、もう一個ディズニーリメンバー、あ、そうリメンバー見た、見とったけんも、うん、でけんもそのボスベイビーか、あーとドラえもん見たの、うん、で帰りはアンパンマン見た意外見てない、しかもなんか隣の人はまあなんか大人の方で、うん、なんか女性の方だったんだけど、うん、でなんかあ一番後ろの席だったけんさ、うん、なんかすごい何後ろが、うん、何なんかそのシA さん、うん、まあ、結構通るんよ、この人何この人アンパンマン見とるやろって絶対思われとってなんか恥ずかしかった面白いやん、
違う、リメンバーミー爆睡してたんだけど、違うの。本当よ、もう一回見るよ。違う、ミツトみたいな、ミツト、うん、寝たんでしょ、二人とも寝た。なんで寝たん。でも違う違う、でも最あれよ、ちょっとしか寝てない、うん、全部は寝てない、全然見とったよ、ちゃんと。だけど覚えとる、リメンバーミー。お子様ランチ来てないで、ちゃんとご飯来たで。いや身長はね、いつか測る予定、ちゃんと本当に正式なの身長、うん、スタッフさんにも測ろうって言われた。最近縮ん、測れるって言われた。最近縮んだよな。最近リサが毎日あんな縮んだって言ってくる。絶対思ってないやろ。思ってるよ。思ってないやろ。リサ背伸びたじゃないワンちゃん。みんなさ最近背伸びたって言うよね。ワンちゃん160ある、ね、瞳も言ってる。ワンちゃん見たところ148、見たところ149かもね。ムカつく。見たところ150はないね。ムカつく、ムカつく。本当に縮んどったらへこむ。どうする。今夜も左耳ありがとう。なんだ、左耳出してやばくない。キアラにもめっちゃ言われる。どっちだっけ、上手下手。 あのさパリでさ、うん、1個目のイチゴステージどっちから出る人やっけ。アンナと一緒じゃないよ。あー、じゃあ違う、うん、キアラにさステージギリギリまでさ、ハナちゃん縮んだ、ちっちゃいってずっと言われるけど、めっちゃステージギリギリよ。もうマイク持ってスタンバイしとって、るおばあちゃんかかる前に50あった二の腕触りに行くってどういうことやねん。あ、いいね、よくないわ。みんな150センチあったらもうお祝いとして触ってあげてください。よくない、よくない、健康診断行ってないね。はぁ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 でてってって二人は小さいのと大きいのどっちがいい、うん、真ん中がいい。155ぐらいがよかった。ああ、157とか。ああ、いいね、持って155、6、7ぐらいがいいかな、うん。まあ、別に背高いのはでも、やっぱでも瞳とか見てるとやっぱなんだろう、背高いとさなんかスラッとしてさ、やっぱ何、いいじゃん、背高い方なんかオーラある、うん、だからいいなって思う。確かにっていう感じかな。155は欲しかったね、確かに。あのお母さん155ぐらいなんだよね。ワンワン、いくよ、うん、1、2、3、4、5、くないよ、集合パトロール解散。え、なんでいつもくしぐったいって言うやん。うん、ここはくしくない、ここよ。リサ何センチ。1、2、3、4、5、158。でも絶対160になったよ。うん、いいの、自信ある。いいの、じゃあ測ろうぜ、みんなで測ろう。みんな身長絶対気になるから。確かに。1、2、3、4、5、集合、集合、集合、パトロール、解散。笑って。1、2、3、4、5、集合、パトロール、解散。あれ笑わんよ。どうした今日。なんかね、爪がこしくない。なんで。リサも切ったけんこしくない。なんで。集合パトロール解散。今何時ですか。今何時やろうね。今は何時なのかわからない。あ、爪元気になった。ネイル今やめてからサードからネイルしてない、ね、そうやん、そうやん。サードからネイルしてないけん、してないね。戻った。そういえばなんかサード期間はちょっとあんまやっちゃいけん的な感じやったじゃん。次やんの4枚目どうしよう。やんないもん。やれるような曲やったらどうする。すごい元気ちょっともう面倒くさくなっちゃった。やんないもん。いや、もうすぐ、うん、やればいいじゃん、インスタせっかく始めたんだから。いやでもさ、やっぱ記念日とか案外。じゃあ8月ぐらい。でもな、誕生日の時に派手なのしたい。やるならピンクとかでしょ、キラキラみたいな。でも怒られるやつちょっとね。でもあんギリセーフやってん。あれもっともっとしたい、うん、
ダメって言われてもやろう。聞きました皆さん、今の今聞きました皆さん、ダメって言われてもやろうだってもうこれがリサちゃんなんですよ。本当に、ね、我が道を行く、本当にもうね、本当にね、本当にもごめんね、そういうとこ好きだけど、ほらこうやって言ってくれる人がいるよ。ベベベベベのんのも結構、のんのも結構やるくない、派手なの、うん、いい仲間がいる。のんりさ、あんなちゃんは YouTuber になるんだって。はい、やって、あはい、どうもあんにです。じゃあ二人でやろう、うん、いいせーの、はい、どうもあんりさです。で今日は紹介したいものはこちらのちょうちんあんこです。はい、今日紹介されます、私はちょうちんあんこです。誰が楽しいんこれ見て、これは何、ちょっとやめとこ、うん、なんかないかな。ないない、あれはあれ、うん、あれじゃああれ届かん、なんか持ってきて、いいよ、よさげなやつ。じゃあその間に私がつなぎってものをしたいと思いますねえダメちゃんいつまで番長さん、こんばんは、来たよ、ありがとう、まいこちゃん。これにしよう、行こう。何これ、聞いたことない。最初からやろう、これ偽物、せーの、皆さんこんにちは、間違えた、じゃあ皆さん、オッケー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 、せーの、皆さんこんにちは、こんばんは、アンリサです。はい、今日紹介したいと思うのはこちらです。はい、じゃーん、何本やる、ツインマーカー、あ、なんかツインなんですかね、はい、そうですねこちらはですね、はい、こう見たところ、はい、こっちが太くて、はい、こっちが細いですね、はい、ではアンナちゃん、ちょっとこれを、はい、なんか視聴者にこう抱けて見せてみてください。はい、かしこまりました。それではいきたいと思います。でれれれ、まず細い方ですね、はい、じゃん、皆さん、あ、いいですね、あなたの心にハートを描いちゃいたいと思います。あ、いいですね、何を言ってんでしょうか、はい、さあこれ、そして太い方もね、はい、見せていきたいと思います、紹介したいと思います。これ、あ、素敵な、すごい素敵ですね、あ、すぐ上手く描けそうな感じですね、素敵な色をしておりますね、はい、なんか素敵なですね、本当に、すいません、手を忘れていました、あ、素敵です、本当に、あ、素敵なペン先、なんて綺麗な四角なんでしょう、本当に。さあということで、はい、これで私たちはサインを書いていくということでですね、はいはい、じゃあ書いていきましょうか。じゃあ私から、はい、書きました、はい、じゃあ書きたいと思います。はいはい、はい、ありがとうございます。すごい、やっぱ書きやすいですね。いやー、これ最近結構 YouTuber の間人気なんですよね、はい、人気ですね、サインが書きやすいペンとして、はい、今日結構さ、こう結構さ、結構さごめんなさい、でも、はい、結構こうやって書きやすいとか使いやすいのってお高いんじゃないかなって言われる方もたくさんいると思うんですけど、はい、なんとこれはお安いんですね。そうなんでしょう、なんとワンコインで買えます。イエーイ、さあこちらね、概要欄の方に、はい、URL を貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください、はい、そしてこの動画が良かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それでは以上、アンリサでした。バイバイ。次回の予告、せーの、次回のどうも、あんこうですあんこうの美味しいということで、食べ方をお伝えしまーすということで、次回の動画もお楽しみに、はい、以上、アンリサでした。バイバイ。はい、以上ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいね、ありがとうボタン。いいね、ありがとう。いいね、どうも。いいでしょ？はい。スローレステーション高い感じでございました。はい。そんな感じですかね。そうですね。はい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 。という感じでございまーす。今度鍋にしてやる。って言われた。グツグツ。グツグツ煮込むな。私を煮込む。面白かったですか皆さん、本当に喜んでくれる。 YouTuber なれますか、なれるかな。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、こんばんは、アンリサです。いいね、これハマるね。いいね、いいね、いいね。
楽しい。アンナのこと時もやってよ、一人で。いいよ、一人で、うん、皆さんこんにちは、こんばんは、アンリサですって一人でアンリサのアンナですってやる。あ、いいね。皆さんこんにちは、こんばんは、アンリサのアンナですってやるね。うん、面白そうじゃない。漫才じゃねえよ、 YouTuber で今流行りの。こういう YouTuber いるでしょ。うん、いるいる。うん、芸人じゃないから。そうだよ。ここはい、という感じですかね。そろそろ終わりますか。そうだ、もう11時になるんでしょ、ね、チャンネル登録ありがとう。フォローしてください、皆さん。はい、ここでお知らせなんですけど、はい、チャンネル登録が1万人になったら、アンナのこの二の腕を触れる剣を販売したいと思います。ということで、早く皆さん3万人になれるように。1万人って言わない、あ、間違った3万人って言っちゃった。1万人になれる、達成できるように、これからも YouTube アップしていきたいなと思うので、ぜひチャンネル登録たくさんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ順読みます。読みます。これ大変ね。ね、どうする。これ一回もう持つ、こうやってそれぞれ持つ。じゃあ行こう。13位ヨッシーさん、13位ゆきあるさん、12位がトムさん、12位たっちゃん、11位しげっち、11位たすらびさん、10位が島根のさしこいさん、10位ルーカちゃん、9位がセイタ、9位お米さん、8位がニゴさん、6位しんいちさん。あ、間違えた。え、間違えた。6位今、うん、8位、8位だよね。8位しんいちさん、7位が M&M さん、7位博多のあつしさん、6位アンリマル、6位マッキーさん、5位たけっちさん、5位はタイトさん、4位がレグルスさん、ヤマちゃん、3位が3位がとめぞうさん、かねっちさん、2位がさしなゆいさん、2位とめぞうさん、1位がまさやさん、音楽ざまいさんでした。ありがとうございました。そうだ、土曜日は怖くなんだね。そうだよ、皆さん土日名古屋と東京、うん、ということでよろしくお願いします。会いに来てください。よろしくね。一斉のおで指すましようねまた遊ぼうね遊ぼうね。じゃあランダム何人行く ?5 人行くわ。5人行こう。のりたん1人目。よしぼうさん2人目。ハッピーマンさん。京都生まれの京都育ちさん。ぴょっちさん。ねこねこさん。けささん。え、通信に失敗しましたって。なんだよね。あれ、あれはもうならまさまるさん。まささん。STU40NUNU アットマーク STU48 さんです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にじゃんけんしたいと思います。まあ、せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんほい、イエーイ、負けたということで、はい、皆さんどうでしたか。どうでしたかということで、アンリサ愛しありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあ今からツイッターとかいろいろ更新するので見てね、みんな。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。ありがとうね。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。